今歯科技工会、うん、デジタルの話で盛り上がってると思うんですよ、うん、まあ、それに横やりを指すわけではないんですが、はいはい、今までデジタルがない、うん、まあ、要はそのアナログと言われるやり方があって、うん、それを皆さんやってきたわけじゃないですか、はいはい、その素晴らしい技術、うん、これはデジタルがもう完璧になったらというか、うん、デジタルがうまくいくようになったら必要なくなるのかっていうのをちょっと今日聞いていきたいと思います、はい、今既存である技術、うん、あれ僕すごいと思うんですよ、うんうん、まあ、特にね、前にさせてもらっていた、うん、ロウを使ってね歯の形を作っていく、ああワックスアップですね、ワックスアップ、はいはいはい、初めて見た時に、うん、これすげえなと思ったんですけど、うんうん、デジタルがいけるとなった状態になったら、うんうん、今まであったアナログの技術っていうのは、うんうん、なくなってもいいと思いますか？いや思いません。思わない。はいはい、ああそれは何でですか？過去の動画でも話してると思うんですけど、はい、デジタル取り扱うのもアナログ技巧を知らないといいものは作れないので、うん、ま、間違いなく、うん、まあ、なんとなしにはできると思いますけど、はい、本当にきっちりしたものを作る、うん、そのやっていくんであれば、うん、アナログ技巧をまずは知らないと無理ですね。なんでかっていうと、うん、その今、ね、日本って人口も減ってきて、うん、子供も少なくなってきて、うん、後継ぎがいないっていう人って結構いるじゃないですか、うん、いろんな業界にいるじゃないですか、はいはい、まあ、例えば宮大工とか、はいはいはい、いろんなところにいろんな業界に素晴らしい今までの技術があって、うん、それが消え失せていこうとしているじゃないですか、うん、今でその歯科技工士の今まであった技術もすごいと思うんで、うんうん、デジタルが、うん、要はすごいね、すごくなってきて、うん、まあ、あまりやらなくなっちゃうと、このアナログのやり方っていうのって、うん、衰退していくわけじゃないですか、うんうん、そうですね、それが非常にちょっともったいないなと思っていて、うんうんうん、やっぱりデジタルをやりながら、うん、勉強していった方がいいわけですよね。そうですね、まあワックスアップ、まあ、カービングですね、カービング、うん、まあ、ワックスカービングでもいいですし、もちろん石膏カービング、うん、やっぱここはやっぱやってった方がいいと思いますね。あれ何がいいかって、うん、削りすぎたらアウトなわけですよ。かなり慎重に削っていくんです、はい、で例えばその溝掘りにもそのただ一本のインスルメントとか使うわけじゃないんですよ。たくさんのインスルメントがあって、うん、いろんなインスルメントを考えて使っていくんですよ。おでこういうまん丸にするんだったらどのカービン、どのインスルメントを使おうかとか、うん、いろいろ考えながらこうやっていくんですよ、はい、それをできるようになれれば、うん、ワックスアップは簡単っす。あ、そうなんですか。だってワックスアップって足せばいいんで、おうで足して削るじゃないですか、はい、もちろん足したままでもいいんですけど、はあ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 、ワックスアップは、うん、どちらかといえば、足し引きできるので、うん、簡単なんです。カービングの方がすごく難しいので、その考えながら削っていくっていう行為がやっぱ今後の自分のためになるってことですね。そう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 。本当細かく見るんで、あそのじゃあ6番1本掘るにも、うん、じゃあここの流線ってこうなってるああなってるって、うん、すっごく見るので、あ何回もやることによってこう覚えていく、うん、もう染みつくので、あそうだからカービングがすごく僕はやってよかったなと思いますけどね。ちなみにそのカービングっていうのは、うん、幸之助が技術習得するためにどれぐらいやったんですか？いやいやいや、もう数えられないです本当に。いやいや、もっと数えられないと思う。どうだろう、だ学生の時なんか大して掘るわけじゃないんですよ、はい、1週間に何本数本多分掘るぐらいだったんじゃないかな、あんま覚えてないけど、忘れ取れの時なんか本当に毎日2本掘ってたんで、うん、だからもう本当にやればやった分だけ力になるっていう。やっぱりそのね、デジタルで、うん、もう本当に綺麗にできるようになったとしても、うん、作り手の技術力を問われるってことですね。うん、うん、そうですそうです、うん、はい、なんかちょっと言い方があれだったかもしれないですけど、うん、やっぱ引き出しというか、そうですね、うん、本当に上手い人はその分やっぱやってます。
可能派作ってると思います。はいはいはい、うまくなりたいんだったらカービングやった方がいいですね。ああ、そういうことですね。はいはいはい。いや、もう本当に今まである、うん、その技術っていうのを、うん、残してほしいなという、うん、単純な僕の、うん、なんて言うんでしょう、うん、希望というか、幸之助の持ってるその技術を、うんうんうん、まあ、今後も継承していってほしいなっていうふうに僕はちょっと思ってるということですね。うん、そうですね。古き良きものを大切にするというね。そうですね、僕のホームページもあるよね。そう、ホームページもあるじゃないですか。はいはい、そうですね、はいはい、僕は残しておいていただきたいなと思いました。はいはいはい、昔あるものを、うん、まあ、もっと良くするために、うん、その今の時代に合ったものを取り入れて良くしていくみたいな、うん、あるじゃないですか、はい、やっぱそれをその技巧でもうまく、ね、このキャドカム使ってやっていけるなれれば、うん、まあ、もっと良くなっていくのかなと思うので、うん、はいはい、そうですね、うん、じゃこれもっと考えていきながらまた発信していこうと思います。はい、はい、というわけで、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。